ここからは投げ方を教えて、ピッチャーとしてどういうのが大切かというね、今度はお前がキャッチャーで特に教えて、ちょっと送球イップスになってるから、まあピッチングだったらちょっと変わるんじゃないかな。あ、ね、じゃあキャッチャーもそういう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、まずちょっとキャッチボールみたいです。あ、キャッチボール体重をもう少し乗せてを確認してから、ちょっとこう、あとは、勝負も早いです。しっかり開くのをなるべく我慢して、上がってくるのを待って、グローブの胸の方に引き付けると同時に右肘をしっかり前の方に。足がこういくんですよ。まっすぐ立つ、まっすぐ立つ、まっすぐ立つ、少し内側に力を寄せるイメージで立つ。お前、こいつか、お前、生まれたてのお前、まず立つことから、そうですね、まず立つことから練習した方がいいですね。ここから立てる、でも、よし、膝がプルプルしますだから、いかに体幹が大事かって分かんない。分かりますね、これは。これはね、短い方ですよ。短すね、確か3脚ぐらい短いですね。いいっすね3脚ぐらいも回らないじゃん。野手投げですね。ピッチャーであれば、しっかり立って曲げるっていうか、しっかりお尻からこういうイメージ。今どうしてもこうあしっかり立って、お尻からといいですね。わかりました先生ヒップファーストってやつですね。余計なことじゃなくてやめろお前全然まだ甘いですね。もっと粘らなくて出ていく。それが長ければ長いほど球持ちが良くなって前で離せるって。それプラスそれが長いとバッターの入りに打ちづらいんですよ。だから股関節でこっちの股関節でぐーっと押していく感じ。まあ、短いからさ、なんかすごく時間的な短さ感じるけどね。こうやったってお前は精一杯長くやってるつもりでも足短いからパタンとつく感じだもん。最初はじゃあそれ抜きにしていいですか。短さなしです。だから下半身がどれだけ大切かっていうのが分かるでしょ。それプラス球を速くしたかった、はい、左腕がまだ使えてないんで、はい、足ばっかり意識してこの肘が甘いんです。ここを引くことによって右腕が変わってくる。なるほど、はい。この力なんですよ。力もう飛んでみ、横で。お前半分しか飛んでない。短さなしです。こうやって流れたらさ、流れない。ここでパッと踏ん張らない。最後、究極を言うと左足こうつくじゃないですか。つくと同時に少し引くんです。ああ、そう。僕もそうなんですよ。こういう、こういう。これは意識してできるものなんですよ。センス。はい、ということで、速いボールを投げる、はいね、ピッチングフォームと速いボールを投げるがいかにしたらいいか。はい、だから1球投げるのに
すごいでしょ、使ってる筋肉っていう。繊細でした。ただこうやって体重を乗せてみたいな、投げるだけじゃないでしょ、内転筋から体幹から全部使うでしょ、右腕左腕でも使うし、いかにやっぱこう日頃の鍛錬というか訓練が必要か。もうボロボロでしょあれだけやって。もう満身創痍です。そうだよ、いや本当にそうなると思う。だからピッチャーがいかにランニングが大切か、いかに体幹が大切か。ピッチャーはもう全身運動だ。まあ野手もそうだけど、はい、ピッチャーは特にそうですね。はい、そういうということでありがとうございました。ありがとうございました。